いつもロプライユショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2016年モデル、アウディ A7 スポーツバッグを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントバンパー複数箇所、ボンネット、フロントガラスに飛び石、右フロントアルミホイルに傷がございます。走行距離に関しましては約6000キロと非常に低走行かつ車両コンディションも良好な一台となっております。外装色はグレーシアホワイトメタリック。高い走行性能とハッチバックの快適性が備わったアウディ A7 スポーツバッグでございます。こちらは後期型のモデルとなりますので、マトリックス LED ヘッドライトなどが標準で装備された一台となっております。また、前期モデルに比べ、エンジン出力と燃費性能が向上した一台となっております。エンジンは3リッター、V 型6気筒のスーパーチャージャーが搭載されており、最高出力は333馬力を誇ります。また、足元に関しましては、純正の20インチアルミホイルが装備されており、足元も非常に迫力を感じる一台となっております。またタイヤの山に関しましては、前後8秒山程度でございます。続きましてリア、紹介させていただきます。マフラーに関しましては、2本出しのマフラーが装備されており、サウンドも十分にお楽しみいただける一台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。こちらのお車はハッチバックタイプのお車ということで SUV 車両にも負けない容量を誇るお車でございます。また後部座席を倒していただくことにより長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラウンレザーが採用されております。運転席、助手席ともに良好なコンディションです。また、インテリアの各所にはウッド素材が使用されておりますので、非常に温かみのある室内空間となっております。では、エンジンを始動します。ステアリングに関しましては4本スポークのマルチファンクションステアリングが採用されております。こちらにはアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、快適なクルージング走行を行えます。またナビゲーションに関しましては、純正のナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能となっております。バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。4輪駆動システムと組み合わさることにより圧倒的な加速力を生み出す一台となっております。また走行モードに関しましてはアウディドライブセレクトが装備されておりますので路面状況に応じて変更が可能となっております。フロント両席に関しましてはシートヒーターベンチレーターが完備されておりますので、一年中快適なドライブをお楽しみいただけます。続きまして後部座席、紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、良好なコンディションを保っております。また、室内空間に関しましては、大人の方でもゆったりとできるスペースが確保されております。後部座席にもシートヒーター、坊主製のスピーカーが装備されておりますので、室内空間非常に快適なものとなっております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2016年モデル、アウディ A7 スポーツバッグを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約6000キロと非常に低走行かつ、車両コンディションも良好な一台となっております。数多くの豪華装備が施された
A7 スポーツバッグでございます。333馬力を発生させるエンジンに加え、アウディのクワトロシステムが装備されておりますので、圧倒的な加速力を生み出してくれるお車となっております。またシートヒーターやベンチレーター、ボーズ製のスピーカーなど、数多くの豪華装備が施された1台となっております。走行距離の低い A7 スポーツバッグをお探しの方は、ぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。